あまり視線を、まあ、私はだいたいこの辺につけて遠くを見るような目で見るようにしておりますが、さばいた後はこっちをあまり見ないところもあります。ぼんやりと見えていればいいというところですね。で、次第に手さばき、体さばきを加えながら、はい、どんどんください。で、このタイミングをずっと打たれてますと、まあ、今日もやりませんでしたが、まず本当は何もしないでただ打たれ続けるということがとても大事だと思っております。で、その中でその相手の打つというこのタイミングがなんとなくスッと、分かってくるところがあるというところですね。で、そこが、動きの起点といいますか、呼吸というところですね。ここはで、そういうところを大事にしながら、正面打ちで自由技をしていただきたいと思います。自由技どうぞ。